ポイント貯まったのでガチャしよう。さて何が当たるかな。使わないカード当たった。クソ、ハズレか。新しいゴブリン使ってくんで、によろしく。リッカちゃんが触れた、ゴキブリ投げてやる。おお、割り込みはうちらの専売特許だぜ。こっちの効果から始めさせてもらおうか。場にレベル3のメンバーが2人揃った。今宵もブイブイ言わせてやるぜ。編集時点で朝5時です。ゴブリンライダー、ガボンガー。それでゴブリンライダーって読むんだ。オートムよ。お頭がメンバーを招集。あー、その効果は無効化しよっかな。もう王国圏外じゃねえか。電話で呼ぶの。何を、こっちとら暴走族で。騒音を聞いて仲間の一人が駆けつける。合流。特攻ダグが、デッキからゴブリンライダーの魔法トラップを1枚呼び寄せるよ。エンド。リッカちゃんはゴブリンの暴走族だけど、私のデッキもソリティアっていう暴走行為ができるよ。レイドラプターズ。まずいぜ、どっかで止めないと待ちぼうけ7分コースだ。でもカードバンバン動くからどこで止めりゃいいのかわかんない。リンク召喚、ワイズストリングス。効果を発動。ここかな、ゴブリンライダー暴走開始。お頭の持つコストを消費して、その鳥さんの効果を無効化。もう。さらに、お頭自身の効果。その鳥さんを、お頭のコストとして取り込むよ。何にもできなくなった。エンド時、お頭の後ろに仲間がついて、暴走行為続行。今引いた魔法の効果で、二人目の特攻ダグを召集。召喚することで、好きなゴブリンライダーの魔法トラップをサーチできる。ゴキブリ投げちゃえ。そのくらいじゃ私たちの暴走は止められないぜ。魔法カード、ゴブリンライダー大集会。場のゴブリンモンスターは、その数だけ攻撃力がアップする。うわー、いまい。ぶっちぎりだぜ。無効化しつつ配下に取り込む。これがゴブリンライダー。2戦目も行くぜ。デッキには出しやすいレベル3モンスターが揃ってる。そいつら全員マブダチ。によろしく。やりづらいな。レベル3が2人揃えばお頭が呼び出せる。そしてそのお頭がゴブリンライダーの仲間を召集。うらうらありがとう。お頭の効果無効にされがち。もう動けなくなったので、大集会で火力を上げつつエンド。私ね、実は魔法少女なの。ブラックマジシャンデッキ、死のう。あ、無効にして破壊します。うわあ、私さ、普段はサバサバした性格だけど、有事の際は可憐な魔法少女になって戦う女の子なんだよ。たまにはのびのびキャピキャピ魔法少女やらせてよ。魔王クレームが入った。とはいえ、ゴブリンライダーって破壊無効とかついてないから、あかりちゃんに動かれないように無力化していかなきゃいけないんだよね。無王魔法少女はめげない。ブラックマジシャン二人で融合。ブラックマジシャンズ。ラブリースマッシュ。説明しよう。ラブリースマッシュとは、魔法の爪で相手をぶん殴る技なのだ。さあ、リーダーを失った暴走族、どうする？よし、最高のカードを引いた。ゴブリンライダー大参上。これでモンスターを呼び出して召喚。登場するのは特攻のダグ。大集会をサーチして発動することで、さらにゴブリンの火力が上昇。そしてレベル3同士で担ぎ上げるが、暴走族のドン、ダボンガー。メンバーに集合命令。マジカル無限法要、ガボンガと、ついでに大集合の1枚を無効化するよ。これでリッカちゃんの場のモンスターは動けないし、手札もなくなった。まだ墓地で発動できるカードが残ってる。第3条、第2の効果。墓地の中からゴブリンモンスターを手札に。参上するのは、爆音のクラッタ。この子の召喚時、墓地からゴブリンを復活させる。ボスを2人に増やします。さらにさらに、ボスの持つ素材を消費することで、冷麺のミアンダも再登場。森岡市民かな。場にはボスが二人。片方は効果を使えなくされてるけど、復活した方のボスなら効果を発動できる。場のエクシーズ素材が取り除かれた時、今いるモンスターの中から好きな子を自分の配下に取り込める。うひー、丸星魔法少女。ゴブリンライダー総攻撃よー。バリバリだぜ。リッカちゃん、いろいろと時代遅れだよ。ゴブリンライダー悪くはなかったんだけど、テーマとしてデッキを組むとどうしてもワンパターンな動きになっちゃうね。どんな手札からもお決まりの展開をなぞれるデッキよりも、
今ある手札でどう戦えるか考える方が私は楽しいし、ゴブリンライダーを動きの核にしつつ、ゴブリンキングとか暴走族じゃないゴブリンももっと入れて、状況に応じて暴走族で行くかそれ以外で戦うかを選べるようにしたら楽しいかもね。デッキ自体は回しにくくなるだろうけど、そういう方が私は好み。